いつもの年とは違う年末年始、皆さんはどのように過ごしていましたか？おせち料理やお餅などいつもより食べる機会が増えて、その割に家でのんびり過ごすことが多いこの時期、つい見て見ぬふりをしたくなるのがお正月太りではないでしょうか。ウェザーニュースでは2021年1月5日6日にお正月太りの実態調査を行いました。全国7750人の回答を集計した結果、全体の約 43% はお正月太りをしていたことが分かりました。47都道府県の中で太った人の割合が最も多かったのは石川県で 53.8% となりました。また2キロ以上太ったのは全体の 9% となりました。1週間ほどで2キロ超えは痛い。皆さんのコメントを見てみると、巣ごもり正月にもかかわらずいつも通りお餅などお正月料理を食べ過ぎたことが原因のようです。2キロ以上太った人の割合を都道府県別に見てみると、上位は東北地方が多いことがわかります。寒さが厳しく雪が多い地域なので、家にこもりがちということなのでしょうか。そんな中で全体の 52.6% は大きな変動はなかったと回答しています。詳しく過ごし方を聞いてみると、ウォーキングや自宅でできる運動、仕事などをしていたとのことです。太ると分かっていてもついついのんびりしたくなるお正月に、体を動かすことを忘れていなかったとはさすがです。都道府県ごとに見てみると、こちらは西日本が多い傾向となっています。全体の 4.7% とごく少数ながら、むしろ痩せたという方も見受けられました。仕事や体調不良で食べられなかったという方に加えて、帰省しなかったためにおせち料理やお餅を食べる機会が減ったことも理由としてあるようです。お正月太りをしてしまった皆さんも、そうでない皆さんも、2021年が健康で素晴らしい1年となりますように。